泳げてる、泳げるんだ。了解。よし、じゃあ行きましょうかね。なんかディスカバってる私にとってはもうここがもうサバイバルの島でしかない気がする。じゃあマップ拾いましょう。よし、はい。さてと、海に入っていくのかな。これ確か命の泉だったよね。違ったかな。この絵がね、あんま覚えがないんですよね。見たと思うんだけど内容全然覚えてない。でティアダルダルマだっけ。どういうことだろう。解放魂がどうのこうのって。ここでは泳ぐことできないのかな。泳ぐじゃねえの、潜ることはできない。どこまで行けるのかな。見えない壁とか。船は多分この島のどこかにあるんじゃないかな。あーすげえ。息継ぎとか大丈夫なのかな。さあでは進んでいきましょうかね。ジャック、これはお前たちみたいに魔法は使えないからな。海に潜るのだけは勘弁してくれ。あ、これドナルドの魔法かなんかで息継ぎしなくても大丈夫になってんのかな。あ、じゃあ行こう。ほい、潜って、はい。この状態でも敵が来るって感じ。え、どうだ言うてるけど、普通に息もできるし喋ることもできるのかな。あ、こうか。早く泳ぐことができる。すげえ。なになになに、どこ。クラゲがいるんじゃないか。普通に水中の中で戦うんだ。あ、なんか水中特有の技かなんかがあるみたい。まあすげえ。なんだろう、スクリューなんとかみたいな。え、水中の中でもスーパースライドできるんだね。なに、なに、魚取れんのかな。進もう。クラゲがいるけど上か。あ、このオーシャンサンダー、うわーすごい、変わるんだね。オーシャンファイヤー、水の中でファイヤーってすげえな。蒸発しそう。エアー、いろいろあるけどね。ブリザードとかもこっちで海を、わ、やっぱそうなるよね。あ、マンタがいる。え、マンタだよねこれ多分。近くに見ると気色悪いな。あ、痛い、ビリビリになる。沈没船なんか異物ありそうだね。あ、すごい危険な毒クラゲがいっぱいいる。海の中でサンダーとかやったらみんな感電死するでしょ普通。あ、え、なんか、あ、いっぱいあるいっぱいある。こいつらちょっと邪魔なんだよね多分。あ、消えた消えた。データみたいな感じ。あれ、違う、操作慣れてない。こっちから潜って開ける。今普通に俺立ったけど水中の中で立ってるわこれなんか特別なモーション用意されてんのかな思ったけど、そんなことはないんや。じゃあこっから出て目的地ってどこなんだろうな。完全に逆方向戻ってってたから、こっから分かれ道、人は迷った時右に行くんですよ。こっちに多分なんかあるはず、なんかあるはず。止まる AB と、また分かれ道、こっちじゃない。あ、なんだなんだ、進んじゃったなこれ多分。これを破壊していくんじゃないかい。ファイヤーで、わ、バンバン。あー、すごい親切設計。あ、どこへ、うまくいけば、おっと左に行けるね。絶対なんかあるぞこれ。普通に、あ、さすがに厳しいのか。よっしゃ。おっと、なんだこれは、レアなやつかな。オリハルだ、これはレアだ。とこっち側に行って、ち
ふともう一つの道気になったけど、痛い、なんすか、とりあえず進むことを優先にしたいからね。そっちいるよ、頑張ってみんな。こっちでいいのかな、上の方うまくいけば OK みたいな。上の方うまくいって避けながら、よしいい感じ。あちょちょちょあちょあちょ、あこっちは普通に宝箱方面だったのか。うわいらな、ここまで来てポータルとかちょっとどうでもいいかな。うん、ちょびっくりした、えこんなんいたっけ。あれそんなホラー的要素はないと思うけど、ちょやっぱ人迷った時左行った方がいいんだね。あこっからなんかもっと奥行けるね、こっち行ってないんじゃないかい。私の海のテクニシャンのやり方、セーブポイント、あなんだ燃えてる、違った燃えてるんじゃねえな、あれ絶対なんか危険なやつやな。ねえ何か使ってるよ、触覚やろ、これはまた重いでしょ、いかにも怪しいって感じだね。ちょっと見てくれ、それは怪しい、ここか怪しい、こでもさ、海賊がお宝をほっとくわけにはいかないよな。ちょっと、なんでそんなわざわざもう自分から危険なことするの、絶対やばいでしょこれ取った瞬間ガブー行かれるよ、あっ怖っ。まあそうなるよね。なかなか痛いじゃないか。あ、回避できてないよ。うわ、すげえ。食われた。あのフォーカスないとちょっと辛いな。あ、でも一応飛び道具なんだよな、通常攻撃。当たってるそれ、ね、あんま当たってる感じしないんだけど、あご利用して結構いい感じ。なんかドナルドすげえ狙われてるんだよね、ドナルドのおかげでかんなんかこっち一方的に攻撃できるっていう素晴らしい仕様になってる。もう丸ボタン連打するだけでいいよ、丸ボタンを連打するだけの簡単な作業でこいつを押しますできる、特に特別な操作いらんぞ。よし、すげえ音だけでいけんの。何をしたかったんだあいつ、さらに奥に、さっきあいつ落としたのこれかな、はいはい取ります。あありえる、マジか、おお、何それ、あやっぱ完全にありえるって音ゲーなんだね、ありえるリンクになっちゃったんだ、成り下がったねあ、なんかすごい渦潮みたいな、もういいんじゃないの、上に上がって。おう、なんだここは、なんだここは、ここ、こっちでいいのか、いや、あこっちの方が早い、あいいね、あ
船だって。え、ジャック、これは俺の船だ。いつの間に来たのかな。早い者勝ちだ。ジャックにはブラックパール号があるだろう。確かにパール号には劣るが、ふん、この船もまあ悪くない。ふん、俺は船長だ。誰が船を動かす？全員が必要だ。そんなところにいたのか。出発準備だ、さっさと乗る。お前ら準備はいいか？準備はいいけど、これじゃあどこにも行けないだろう。ん？ソーラ、お前はいつだって自分の手で道を切り開いてきたはずだ。お前の心が命じるままに進め。出発！ちょっと都合良すぎるんじゃないかなって思ったけど、船動かせるようになったんだね。たった3人で動かせないでしょ、こんなでかい船。へえ。すげえ、完全にこれ海賊の仲間入りだね。せっかく船が手に入ったんだ、ソラ、お前の自由にしてみろ。何、コアを破壊？やっぱ動きながらこれやんないと。やるじゃねえか。おお、いいね。かっこいいね。そりゃそうだし。え、なんだ。あの船、ハートレスかるぞ。ハートレスじゃなくて誰か乗ってるよ。あいつはまためんどくさいのが出てきたな。ハーレイ中産機関。やっぱりな。お前も機関に戻ったのか。なあ、まさか私にもお呼びがかかるとはな。カードは最後まで何が出るかわからないものだ。ジャック、こんなやつと交渉する必要ないって。そうだ。やれやれ、君たちには紳士的な話し合いはまだ早かったかな。なんだと。ソーラ、下がってろ。海賊の掟だ。ハーレイが宣言されたら交渉に応じなければならない。前にも教えてやったろう。いいね。私が愛する勝負ごとにも掟、ルールがつきものだ。ルールの中で争ってこそ勝利に価値がある。ま、海賊の掟はルールっていうより心得みたいなもんだけどな。それでよければ話を聞こう。ふん、私は探しているある箱を知っているな。知ってる？いや、知らない。まあ、とある箱のことなら知ってる。そもそもお前が欲しがるような箱なんかじゃない。本当さ。そうか、では賭けをしよう。賭けって、例えばどんな？君たちもよく知っている港町まで競争しようじゃないか。ポートロイヤルか。そう、
先にたどり着いた方が勝者。私が勝てば箱の情報を提供してもらう。俺たちが勝てば、君が望むものを手に入れてやろう。ん？ふん。乗った。ジャック、交渉成立。ではスタートだ。よし、全員配置につく。ジャック、ほうはれ。なあジャック、遅れを取るな。ジャックってば。なんだよ。あいつに箱が渡るのはまずいんだ。ジャックは本当に箱のことを知ってるのか。さあね、俺が知ってるのはデイビー・ジョーンズの心臓が入った箱だ。やつがなぜそれを手に入れたがってるかは見当もつかない。その箱って黒いの？まあどっちかって言ったら黒いな。例の箱かな。どっちにしろ13機関の手に渡らなければいいんじゃないかな。だな。何をごちゃごちゃやってるんだ。要するに勝負に勝てばいいんだよな。そういうこと。手に入れたければ奪え。ようやく海賊のやり方が分かってきたな。おう。え、なんかあいつらもう先に前に出てない。攻撃していいのかな。大物になるまで競争だね。やつより先に突き刺しすりゃいいんだ。大砲をぶち込んでやるのも手だな。なるほど。まあいつね、セフィロス並み、あいつっていうかあの船か、セフィロス並みに、おー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 、鉄砲か。守っていく感じかな。まずい。なに、なんか前から来てる。ちょっと待って、あいつら地味に速くないか。前に来るやつはめんどくさい。これで。よしよし、いいぞいいぞ。邪魔邪魔邪魔。なんかすげえ撃ってくるな。あのセフィロス船、セフィロス船。離せ。ちょっと待って。難しいな、おい。ちょっとね、危ないんだよね、竜巻が。危ない。おっとっとっと。いいぞ、一応俺たちが前に出てる。むずい、マジで。あと10、あと 1000m。おう、危ねえ。ちょっと突っ込んでくんな、お前ら。あ、やばい。なんかこいつすげえ経験値。気を抜くなよ。稼げるな。300ぐらいもらえるね。これで。邪魔邪魔。どけどけ。邪魔だよ。あ、すっげえここ通りづらい。畳みかけてくんなお前ら。ガードしながら。よしよし、いける。あと 50m。 よーし、状況報告。敵戦なーし。シャン、よーし、俺たちの勝ちみたいだな。ネズミじゃん、騙された。勝負は最後の最後まで分からない。撃て。リンチやん。後ろからだ。反撃するぞ。精一杯感謝を切れ。了解。
ップバトル、ワールドウォーシップみたいな感じなんじゃない。やったことねえけど、ごめん適当に言ったわ。何、どれを狙えばいいんだろう。とりあえず目の前にいるあの船らを落としまくればいいのかな。沈めまくればいい。落とすんじゃねえな。そのご利用しでいきますね。あんまガードとか気にせず。じゃああのセフィロスシップちょっとどうにかして。あれあんな体力あったらちょっと結構時間かかるぞ。最高。これは一体。これは一体。なんだ。レイジングキャノン。あこれ強え。もうかわいそうなぐらいボコボコじゃんかこれ。一気に減ったよ。どうした、ルクソードの船乗り込む。よしあいつぶった時に行こうぜ。乗り込め。うわあそこをライドしていくのかな。よいしょ、どっこいしょ。待たせた。では次のゲーム。うわあなんか嫌なやついる。あいつ地味に強いんだよな。ノバリー、あー懐かしいノバリーだ。痛い痛い、なんすか。あ、ここライドで、ライドじゃねえな、フリフローできないの。当たって痛い。よいしょ、あークソ、よくれてねえわ。ファイ、いやいファイラーよ、一定のハニーブラスター来た。おあ、完全にこれもブラスターサイド。でも服黄色いね、青じゃない。ネバフィア、何だろう、ネバフィア、あこれ最初にやったやつか。あ、よかった処理してない。スイートランチャーまで行ったよ。あ、なんかあのなんだっけ、あのもう一つのガンスタイル、あれなんだっけ。もうねずっとやっぱ続けてやってないと名前忘れちゃうね。それとあんま変わんないなこれ。あ、でも魔法力が強かったよね。フィニッシュ。わあすげえ蜂蜜がいっぱいだ。ちょっと近づいて。いい感じよ。アイラからのセカンドホーム行ってちょっとヘアルして回復させる感じだね。こいつで最後かな、スタインパクト。あダメだった、クリアフォース、これで決めれる。あまだまだ出てきそうだねこれ。あなんかいっぱい、うわー2体もいるな、めんどくさいな。キングオブハート名前かっけえな。狙いづらい、強いんだなこいつらの位置。ほほここあっちどこだ、どこだ、どこる、そどこどこる、そこよし、高めセカンドフォーム、セカンドフォームにさえなればなんとかなるぞ。それ受けてみろ。それ聞く？ああ、よかった聞いた。遠距離からいやらしく狙ってこう。それ食らえ。やそれ食らえ。よっ。あもう足りない。よっしゃ決まったね。素晴らしい。
君たちの勝利を称えよう。何か企んでるんだろう。怪しいでしょ。とんでもない。私は引き際を知っているのだよ。俺が勝つのは最初から決まってたからな。負けた時の言い訳を考えてあったのは賢い判断だ。さて、報酬を用意しなければな。だがあいにく私は君が望むものがわからない。君は何が欲しいんだ？はっ、そんなの決まってる。俺が欲しいのはダッチマン号にある箱だ。ジャック、言っちゃダメ。ん？ほう。え？俺何か言った？ん？あ、ジャック。ま、言っちゃったもんはしょうがないよな。あ、すいません。それが賭けの醍醐味だ。最初から騙すつもりだったんだな。試合には負けても勝負に勝つということだ。さて、ここからが本当の勝負。一足お先に失礼するよ。それが無理なんだ。どうして？さっきの砲撃でいくつかの部品が壊れたらしい。この船は修理が必要だ。一旦港に入って修理しよう。カニを探せ。それで船の修理ができる。カニ？なんでカニなんだ？そんなことは気にするな。いいか、白いカニだぞ。わかった。あ、ポートロイヤル。カニを探そう。何そのパワーワード。はい、わかりました。じゃあ白いカニ、300も集めんの？やべ。てかそんな悠長なことしてていいの？だってなんかこうちょっと面白いなこれ。 あれほらほらほら、完全に使ってるのになんかね、こう捕まってるっていうね。どうでもいいか。じゃあそれ探しましょう。うなだれてるけど大丈夫。カニさん、カニさん、どこだ？この中とかにレモンやんか。あの日の悲しい。さっき最近なんかね、もうレモンって聞いたらもうそれしかもう思い浮かばないんだよな。潜って、さすがに何、こういうとこにはないんじゃない。いや、お前らにちょっと用はないかな。普通にこの街の中でも現れるんだね、ハートです。容赦ねえな。暗いところ好むんじゃないか。あ、2体手に入れた。あ、ちょっとね、このポートロイヤルの、そう、細部までいけるっていうのはちょっと3のいいとこなのかな。2でもね、いろいろいけたけど、まあちょっとしかいけなかったから。あ、なんだこれは、地図かな。あっちに人が集まってるって言うてるけど、何かある？なんだこれ、黒ひげ危機一発。うわ、いっぱいいる、気持ち悪。あとは樽とかの中に潜んでるって言ってたから、いや、これ結構探すの大変なんじゃないか。あ、この中に絶対いいんだろう。あれ、あ、向こうに散らばっちゃった。すげえカニが運んでるけど、樽を。いや、それ。はいはいはい。わあ、ちょっと気色悪いな。ああ、やっぱそうだよね。ここ
一作目のジャックが逃げるシーンのとこだよなこれ。ああそうそう、うわうわうわ、ロープにいっぱいついてる、気持ち悪い。あ、これはダイブして破壊するやつか。ソーラー、こっちこっち、カニだよ。何？よし、草むらの中がすげえ呼ぶじゃんか。取り抜きする、いくよ。わあわあわあ、あ、ちょ、むずい。あ、いい感じ、いい感じ。ダラダラダン、ダダン。なんか普通にこれ人がいるとこだけど、ここはジャックが捕まっている牢獄でしょ。牢獄にも幸運のマークがありそうだよね。牢屋に幸運のマークはちょっとダメでしょ。一人捕まっちゃってるけど、あれ足につける。あ、よし、なんかちょっと縁起悪い。あ、わ、ここ処刑場でしょ。さ、いってな。もらった。あ、カニがいっぱいいる。さ、それ、くらえ、それ。やった、やった、せい、た、へ、へ、は、それ、は、へ、や、や、せい、や、や、や。カニ回収、カニ回収。ちょっと勝手に登っちゃってねこれ。は、は、へ、やしよ、やった、それ。ちょっとジャックの防御力低いんじゃないか。ウィザードクロー、これは初めて使うな。基本的に攻撃の仕方とか一緒なんだ。で、フィニッシュして、ウィザードブレード、これやったことない。うわー、かっけえ。もう終わっちゃったけどね。もうあれ、カニはもう全部回収しちゃってないな。よしよしよし、ちょちょ、もういいって言って、いいって言って、いいって言って、どこに行くんだ。もう少しだ。それ本当だ、あと100もないぞ。でもいいかもね、こういうイベント、街を散策しながらイベントを進められるっていう感じだから。すげえ、イギリスの旗がはためいてる。ここ2でもね、一応来れた高台なんですけどね。こっちの裏側まで行けちゃうってのはいいね。あ、っていうか、これ処刑場の裏側だったんだね。知らんかったわ。よし、ここからライブトゥーブルー。うえ、裏の荷物が荒らされないかね。はい、船がある港に戻ります。はい、来ました。お、なんかの、あ、調べる。 OK、これで全部だな。俺の最後の仕事をしてこよう。ちょっと待ってろ。さて、これでいつでも出発できる。最後に聞かせてくれ、ソラ。お前はこの船で何がしたいんだ？俺は海を自由に冒険したい。上出来、それでこそ海賊だ、キャプテンソラ。なあジャック、さっきから最後最後って何なんだ？ああ、
こっちの俺はもうすぐ時間切れってこと。こっちのチャック？こっちの俺は海の女神が空たちの手助けをするように使わした偽物。ああ、偽物といっても俺は俺。キャプテン・ジャック・スパローに変わりはないけどな。要するに俺もお前たちも海に愛されてるってことだ。そして本物の方の俺は最後の決戦が近い。難破船入江で俺たちの自由を奪おうとする東インド貿易会社を迎え撃つ。だったら俺たちも。これは俺たち海賊の問題だ。空は関係ない。お前たちは海を自由に冒険してくれ。ジャックが導いてくれたってこと？邪魔されたりしてないよ。ジャックは海賊の問題だって言ってたよな。ということは、俺たちの問題だ！行こう、ジャックたちのところへ。